いやちょっとね、僕ちょっと一個いいですか。あ、いいですよ。僕ね、皆さん知らないと思いますけど、はい、お腹にハートマークのあざがあるんですよ。あ、はいはいはい、はい、ちょっと見せていいですか。ちょっと皆さんね、ちょっとびっくりするかもしれないですけど、はい、いや本当にね、これはお腹にこう見てください。わかります？これ。逆に、うん、おーハート、マジでハートだよ、もう。ハートマークのあざがあるんですよ、うん、僕お腹に、うん。で、ちょっとその、なんか良さそうじゃん。いや、縁起良さそう。縁起良さそうじゃん、うん。だからちょっと調べてみたのよ。あ、へえ、このあざとは何たるものかみたいな。そしたらなんかスピリチュアル的に言うと、あざってそのバースマークっていう呼ばれてるやつで、バースマーク、うん、その前世から引き継ぐものみたいな。だから前世で、例えばね、顔にあざがある人は、前世で、その外見で判断するような人だった、人は信用しちゃダメだよみたいな、そのメッセージ、前世から前世からねのメッセージ、お教訓ね、あ、外見で判断するような人はダメだよみたいな。で、腕とか肩にそのあざがある人は、その仕事中のなんかミスで怪我してるから気をつけなさいっていう前世からのメッセージ。おー、すごいためになる。で、足とかはそのスポーツとかで痛めてるから気をつけなさいっていう、なんかそういうのがあるらしいね。ためになるじゃん。で、このお腹、お腹のあざ、これなんだと思う、前世からのメッセージ。その食べ過ぎとか、食べ過ぎてそういうのが食あたりとか起こしてるから、食べ物を選びなさい、しっかりしなさいよとか。そう、内臓とか気をつけなさいっていうやつでしょ。刺し傷前世で刺されてるからそのまま遺恨で持ってくるみたいな刺されないように気をつけなさい。前世で行かれてるからあんた。そんなことある？悔しい思いが前世にも来てるって。前世でじゃあ刺されてる、刺されてる、ハートマークに行かれてる。マジである？そんなこと、何のその縁起も良くないというか。確かに、こんなハートマーク、お腹のあざはそういう意味、そういう意味らしいのよ。なんかあざにもだから理由があるってことだよね。そう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 、でもすごいな。でもにしても、だから子供の頃あざついてる人って結構いるじゃないですか。いや、現地パイじゃねえからおい現地パイじゃねえから、ハートマークよう分かったね。さあ、どうですか、こういうのもね、やったりなんかしてますよ、金星はヘラヘラして終わんないよ本当に。でもね、赤ちゃんで消えてる人とかはなんかそういうのはバースマークとかではないらしい。ああ、なるほどなるほどね、はい。